じゃあ喋らなきゃ。確かに。今やったところでコメントあんのかな。すいません、だいぶ遅くなってしまいました。まあでもこれでコメントあったら俺はお前らのことやっぱ大好きだ。さあ、あるかな。ちょっと待って、本当にしんどい、めっちゃ走ってきた。まあ二人で今日最後だしね。そうっすね、うん、最後なんで。うわ、ここいっぱいついてるよ。もういいっすか。やっぱねえか、コメント。嘘。あれ、これ新しいの取得。うわっ、めっちゃ来てるやん。やるんか。やるよ、やるよ。おはよう、おはよう。なんかごめんよみんな。あー、すごいね、寝起きではない。ね、どっからやろうかな。秋嫁はまだ早い。確かに。やるよ、あと15分もあるか。いやー、ほんとにね、秋嫁だよ、これ。気分は正月やで。もうね、何してたって言ったらね、忘年会をしてた、仲間内でね。確かに。だから珍しくここ2人なんだよ。そう、なんかね、違う、飯食いに行こうってなって、いろんなとこもあったんだけど、どこも入れなかったの、うん、で、じゃあもうあっこでいいやんつって行った中華料理屋さんが、はい、めっちゃ激混みだったんですよ。焼き鳥屋さん行ったら席空いてなくて、2軒目行ったら、いや、美味しくなかったことはないんだよ。ただね、ちょっと先入観が、先入観がすごかった。先入観が、まず、え、ああ、そう、ゆうや、あ、ゆうやです。お願いします。何回目だけ出るの。あ、俺2回目っすね。2回目か。2回目っす。そう、ゆうや、うちの期待の新人、よかったらみんないじめたって。まあ話は戻すけど、うん、なんて言ったらいいのかな。まず入り口バッて入ります。うん、何人って言われたら5人。バーってこっちで通されるんだけど、おばちゃんの口からまず、まともな料理とやばい料理どっちって言われるの。確かに。えっつって、初めから、うん、何、ああ、ゆうやの推しメン結構いるからね。推しメン、じゃあまず言ったらね、何、まともな料理とやばい料理どっちって言いながら通されるわけよ。えっつって、いや、真面目な料理でって。ああ、大丈夫、やばい料理ないよ。いや、今言うたやん。確かに。カープ優勝、ほんとだよ、カープ優勝したよ。今時いやー、マジでね、今時カープよくやったカープ、ほんとに。あとは日本一目指すだけ。うん、まあすごかったっすけどね。っていうのも忘れようと思って今日忘年会してたんだけど、これでやっと忘れられるね。で、違う、頼んだので、俺はやっぱ中華料理屋に来たから、辛いの好きだから、この店で一番辛い料理くださいって言ったら、なんて言われたんだっけ、鶏肉、麻婆豆腐、うん、あとなんだっけ、あとなんだっけ、なんかね、なんかすごいの言ったの。で、おなるやん。鶏肉、麻婆豆腐、うん、あとなんかみたいな、あれで。おう。まあ、とりあえず、麻婆豆腐をくれと。で、頼むわけやん。鶏肉って、そう、有名な、チキン、チキン。チキン。ニワトリさん。で、こいつ何を思ったのか知らないけど、いきなり、なんか俺らはちゃんと、あれ、だって A さんだもんね。何宮のって間違えたもんね。確かに。そう、実はあれ、俺なんすよ。じゃあ、それで、俺は普通に言ってたの。あ、じゃあ麻婆豆腐ください、みたいな。じゃあ、いきなりこいつ唐突に何を思ったのか知らないけど、いきなりそこの店員に、俺、
俺、角煮って言われて、角煮あるっていきなり出して。いいっつって。あ、角煮あるよ。もう言い方、角煮あるよ、みたいな感じ。やっぱうまいよね、角煮。うん、いや俺、本当に連れなのかなってぐらいの一気にタメ口で、あ、角煮あるって聞いたから。いや、うん。あのね、クリスマスプレゼントあるよ、視聴者クリスマスプレゼント。後で言うよ。そう、でも角煮頼んだの。で、まあ、あともう一人いたんだけど、なちくんがね。なちくんはもうあの、俺食えないって言い出して。そう、全く食えないって。もうメニュー表見た瞬間に、うん、あ、俺はもう食えないって閉じたのね。いや、そのくらいひどかったの。まあ、下手物がね、そう。あったっすね。なんで、ね、パッて俺も開いたら、ミミズって書いてあるから。あれはやばい。あれは、ちょっと、え？このまともなホストですか、それともこっちのやばいホストですか。だからまともなホストとやばいホスト。やばい、やばい。やばいホスト、やばいホスト。やばい、やばい方で。やばい方で。そんなあなたは、あれなんて言うんだっけ、金の斧、銀の斧、なんて言うんだっけ。まあいいや、あれはほっとこ。G ドラゴンの G って G スポットの G の違う、あれ頑張れドラゴンだから。あいつ中日ファンだからな、頑張れドラゴンズって言ってるようなもんだからな、G ドラゴンは。G スポット。ちげえよ、あれ。頑張れドラゴンズだもん。知らんかったやろ。で、まあ、それで、出てきたの。麻婆豆腐確かに、うまかった。美味しかった。コロッケね。まあ、俺からしたらそんな辛くなかったけど。次、あの、頼んだ、確認。出てきました。バーっとおばちゃん来て。なんかヘビと豚の角煮って、なんかボソボソって言うの。そうそう。ヘビと豚の角煮っつって。あれ今なんか俺聞き間違いだろ、あれ。ちょっと何言ってるかわかんねえな、ごめん。確かに。で、パッて来た、見たやつ見たら、うん、こんなちっちゃい角煮がザーッとあって、その間に、あの、ヘビのここがあるの。わかる？ヘビのここ。この辺がちらほら見えてるのね。おー、え、これ何つって。え、店員、おばちゃんにね、おばちゃん、これ何って聞いたの。そしたら、おばちゃん、さっきまでヘビって言ってたら嫌に、うん、それ湯葉って言うの。そうそうそう。湯葉？唐突に、うん。俺らが知ってる湯葉は、なんかあの、こう、豆乳のね、この水膜の、シュンって取って、やるやつだと思ったんだけど、あ、まあ、いいや、食ってみようと思って食ったの。あのね、初めてね、だったよ。もうなんて言っていいかわかんない、うん。やっぱね、あの、下手者のなんか先入観。先入観があるからね。そうそうそう。もう何が来ても、やばいやつだと、うん。で、やっぱさ、俺も辛いもん食ってるから喉乾くやん、うん。で、あ、すみません、お冷やくださいって言ったら、お冷やって言われて、バーって来て、あの、一回外出るのね、お冷や取りに。お冷や取りに、そんな中、まさかの、今の今、あなた、来ます。確かに。今日のクリスマスプレゼント、よいしょ。イエーイ今日のクリスマスプレゼント。よいしょ。え、なんで今なの？しかもここ開けたの？確かに。ああ、なさなさ。じゃあ、今日、ね、どちらさんでしたっけ。え、何言ってるんですか。酒持ってきてよ、酒。持参。酒飲もう、酒。ね、どうもー。はい、開けてあげたよ。レアキャラじゃないですか。あざす、あざす、イエーイ、よいしょー。え、アイス欲しい、アイス。じゃあ、あとは任した。なんでやねん。違うでしょ、それは。いただきまーす。はい。いただきまーす。あーで、そう、話の途中だ。体にお酒をグイ。でね、まあ、そう、水を頼んだの。くーはーいってそのまま。くーくーなんか、のードリンクを取りに行くのかなと思ったら、そのまま一旦水の外を出るの。あ、望みじゃないよ。あ、望みじゃないです。なんだっけ、今どこまで話したっけ。あ、そうそう。で、その、出てって、戻ってくるの。で、お水っつって持ってきて、おぉ、なる。
もう先入観があるから、そのお水ですら怖いのね。ランランうるさい。ランラン。ランランルー。ここランラン。じゃあ、いまだにちょっといじり方分かってない。さあ、飲んだ方がいいっすよ。ともや顔が変わったねだって。ああ、どうもともやです。噂の。どうも、社長っす。ともやさん、じゃあ、今日、今年1年、やっぱ社長やってみてどうだったっすそうっすね。どうだったっす、ともやさん。まあみんな頑張ってくれたね、ほんとにね。うん、マジで。ねえ。社長から見て俺はどう変わったっすか？そうやね。やっぱ。見て、コメント全然入ってこないよ。だって俺誰か分かってないでしょ、多いでしょ。あの、うちの系列のバー、リップの店長をやってるセイラくんね。あ、セイラってちゃんとコメントしてくれてるから。ほら、じゃあセイラ、初めての皆さんいっぱいいるから挨拶して。あ、どうも、バーリップの、セイラって言います。おい、お前ら飲もうぜ。おい、俺ら飲もうぜ。はい。まあ、その中で。温度差よ。陽気ですな、ヨゼロス。この、なんか、コメント、僕が突然来ても、してくれるのって嬉しくないですか？ありがたいね。そうね、誰足臭いの？多分俺。俺今日だってずっとブーツ履いてるからさ、足くせんだもん。なんか久々に、ねえ、動画出たけど、もう楽しい。いえ、飲もう。ねえ、飲もう。自己紹介は、大きな声でってならん。あ、すいません。そう、バーの乗り、バーの乗りだもん。あ、てかそう、そういえばあれだよ。全然話変わるけどさ、俺今、天秤にかけられてるの知ってる？某サイトで。何すかそれ。あの、丸ラブってやつで。あー。なんか、某、愛機に担当変えたいみたいなコメントあったの。したら、なんか、愛機は、なんか、あの、レン君より謙虚じゃないから、あいつはダメだみたいな書かれてる。だったらまたレン君の方がいいみたいな。よくわかんないんだよね、それ。それグイっすね。すごくない？いや、もうそれやばいっすよ。どっちも、謙虚さしかない。ほら、グイってコメント、ちゃんと。あ、いいよ、じゃあ飲むよ、コメント。ほら、ダニ、お酒を、グイ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 あー、それそれグイグイ俺、謙虚じゃないとダメなのかな？俺も結構謙虚だよ。だって、アイキーダメだよ、謙虚じゃないと。今それ俺言った。あ、お前、オス言われてんだよ。あ、じゃなくて俺、社長じゃないんですよ。カープ、もういいよ、そのくらいは。カープ。あと、5分もないから、じゃあ、今日プロフェッショナルと、どっちやって、今年の、あれ終わる、ニコ生。本当に、スライリーの曲でやるの？俺、スライリーより、カープボーイの方が好きなんだけどな。で、今日ちなみにどっちがやりたい？今年の放送締めくくる情熱タイムやるか、どっちやりたいの？早くコメントしないと。いいや、コールできるの？できるね。あ、まあやるっしょ、やるっしょ。そうですね、もう3、2、1。早くやれよ、おい。ゲゲゲゲのゴーゴーゴー、息の立ち合い、クッパキーン。はい、何やねんそれ。コロナ、お酒に体をグイ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 、あーそれそれ。ほら、なんて言ったのって言われてるやん。ほら、プロジェクト X やんと。これじゃ、おい、頑張れよ。頑張れよ。わかるか？で、あの、ちなみに今日プロジェクト X らしいんで、地上の星だっけあれ。あ、お酒に体を。何？俺、いつも。頑張ってるな。はい、じゃあもうあと5分なんでやります。この音楽に乗せて今日1年じゃないや、今年1年の時間ないよ、なんか思いと来年に向けてよ、
じゃあ、いいよ。ギョーさんさん、に、いけてて。まあ、今回っていうか、まあ今、ノベルいるんですけど、まあ、まだ2ヶ月ぐらいで始めて、でまあ、ちょいちょい今慣れてきたかなって思うんですけど、まあ今年は、中島みゆきいいな。ですけど。ちょ、長い。長い。尺が長い。まあ、とりあえず来年は、ちょっとイメチェンしようと思ってるんで、そっから。何、K-POP にでもなんの？はい、お疲れーす。お疲れーす。1分前。はい、次、今年の、はい、今年は童貞卒業してお疲れーす。おつあけに。なお。帰れ言われてんだよ、もう。帰れ言われてんだよ。まああれだよ、今年の目標は、今年の目標、来年の目標か、今年の目標、人に優しくする。来年の目標は、俺、あの、記録打ち立てます。指名本数200本の売り上げ200円、あ、200円じゃない、200円。あ、でも今ユータスからこれできんかったら、俺でも来月マジでトモヤさんとアスカさんの記録を越すからな、ガチで。ということで今年もありがとう、ラータ来年もよろしくー。頭クラクラするわマジで。まあそういうことや。お疲れいっす。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。